智也、川野麻里奈の BS 中にプロ野球チャンネル。こんにちは。あれ着替えました。持ってんですか？全部全部持ってます。すごいっすね。なんかその私グッズ集めるの趣味とかでも全くないですよ。なんなら少ないと思うんですよ、持ってるグッズ、うん、見てる割には、うんうん、けどやっぱいろんな球場行ってたらもらうこととか多くて、最近ね、はい、どの球場もね、はい、なんかユニフォーム配布でみたいな、はい、結構あるですもんね。ありがたいです。でも普通っすね、普通のやつですね。これは多分地元に住んでる時に買ったんですかね。ちょっと汚れてるし。カガガールとかのやつがいいんですか？ラブリーなやつですか？でも私スタンダードなやつが一番好きなんですよね。なぜなら選手さんと同じだから。このチャンネルは BS12 プロ野球中継のミスター副音声里崎智也さんと、はい、野球大好き歌手川野麻里奈が今年のプロ野球の見どころを語っていきます。はい、今日は失策なしです。はい、今日は完璧です。よっしゃ、はい、クリーンヒットです。よかった、はい、センターに抜けていきましたか。そうですね、嬉しい、はい、ということで今回は、はい、福岡ソフトバンクホークス、はい、ということで、はい、日本シリーズ連覇中です。はい、もう止められない勢い。でもシーズンは止められてますね。止まりましたね、一瞬止まりましたね。はい、でもなんて言ってもね、はい、怪我人が多い。そうなんですよね、もう早速しかもね、この時期も一回に9人、はい、怪我人がっていうこの今なうですか。さすがにね、はい、今なうって言って今ですか、今ですかって聞いたの。間違えた、失策です。今日も失策だね。失策せっかくタイムリーヒット打ったのに牽制アウト。うわ悔しい、あーってなるやつですね。球場が一人のため息は小さいけど、それが1万人に言うとすごくでかく聞こえる。聞こえますか？めっちゃ聞こえるよ。へー、あーいつも思うもん、お前ら以上に俺の方があって。話やってるね。ソフトバンクの話しましょう。やっぱ今年のソフトバンクは、はい、なんて言っても、はい、バレンティンでしょ。バレンティン選手は大きく変えますか、ソフトバンクを。変えるんじゃない、まあ、まずグラシアルデツバイでモリネルが、はい、そのキューバのカリビアンシリーズがあって、あ序盤来日しないんですよ。はい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 、その間に攻撃力を保つためにはバレンティン必要ですよね。あーなるほど、最初いないんで、だから途中からまあね、いつ負けるかによるすけど、あーそのチームがね、はい、途中からで、また今年はキューバがまだオリンピック出場の権利を持ってないんで、そのキューバ代表としてオリンピック予選にまた変えると思う。あー忙しいですね。だからそのためにもバレンティンが必要なんですよ。しかも日本人選手登録じゃないですか、バレンティン。あ、そうですね、本当だ。外国人として使わないから、はい、そこでもメリットありますよね。うわ、本当だ、めちゃくちゃいいですね。なんか私ずっと不思議だったんですよ、デスパイネ選手もグラシアル選手もいるのに、なんでバレンティン選手取ったんだろう。今謎が解けました。もし全員帰ってきたら、はい、柳田、グラシアル、だから3番柳田、4番グラシアル、はい、5番バレンティン、うん、で6番にマッチくらい挟んで、7番デスパイネみたいな。うわー、中村晃選手とかも入れて、そうもう止まらない。どうする、相手ピッチャー泣き崩れますね、それは。やばくない？やばいですね。で、ペイペイドーム、今年から、はい、ペイペイドームヤフオクじゃない、ペイペイドーム名前が変わってペイペイチャンスペイペイドームで、狭いし、はい、そうですね、どうなったので、うん、より一層ホームランの得点率上がりますよね、うん、ホームラン得点数が多分めっちゃ多くて、そういったところで、まあね、日本一になっててもやっぱりリーグ優勝できないところがね、うん、ホークスとしてはやもう一回っていうところもあるんで、はい、勝負かけてくると思うんですけど、うん、怪我人がね、そうですね、怪我しちゃうんで、あれはなぜこんなに怪我人が多いんでしょうか。だからやっぱりそのなぜ怪我するかを精査してないんですね。あとはその選手によってもうちょっといろいろ工夫したりとか変えたりとかしていかないと、うん、なんか組織として一生練習するとね、うん、でもどっかで歪みが生じるんで、もったいないですよね。そうですね、だから今年だけ怪我に出ないっていうのは多分ないと思うから、うん、もう怪我には出ると思うんですよ、はい、出るというかもう出てるけどね、はい、そうですね、若手からベテランまでまんべんなく怪我に出てますもんね。逆にすごいよね笑えないですけど、悲しすぎて笑えないですけど、そうですね、あと心配なのがオリンピックがあるじゃないですか。オリンピック
かに招集かかる人多そうじゃないですか、ソフトバンクって。そうですね、まあ甲斐選手、柳田選手、千賀、柳田、マッチ、マッチも行きそうですよね。この前の侍の映画見た感じ。侍の映画、侍の映画見ました。時代劇ですか。侍の映画で何してんだと。どんな映画見たいな。めっちゃ全然馴染まなそうですね。あ、ちょっとじゃ森とかね。あ、そうですね、守護神の可能性、あと高橋玲、あとそう、高橋玲さん絶対選ばれる気がします。まあでも休むより試合行ってる方がいいと思うんですよ。その実戦経験が、はい、感覚がなくならなくていいんで、はい、そこら辺はそんな、まあ怪我とかじゃなかったらそんな心配しないですけど、でもそれはもうメンバーもそうだけど、俺はもうリチャードとか、あ、はい、育成注目してたよね。あ、リチャード選手、リチャードやばいよ。あのキャンプ見たけど、はい、もうプロレスラーかと思ったよ。思いました、私も見て、でかすぎてびっくりしました。そんなにって言うね。今から、はい、あのプロレスラーリンク上がってても、はい、分かんないよ、ね、何の異論もないですね。でもまだあれで育成だから、はい、試合下にね登録されないといけないけど、はい、だからそういった面でも若い選手の突き上げもすごいから、はい、見てて面白いですよね。まあ、怪我人が出るところで残念感はあるんですけど、はい、出たおかげっていう言い方もおかしいですけど、それで他の選手、若い選手とかが出てきたりとか、当たり選手を見れるっていうところは、はい、まあ、見てて飽きないですよね。そうですね、去年もその外野手の離脱があったから周東選手とか川本選手とか出ましたもんね。でそれでね、いいところを引き出したりとかするっていうところもあるし、うん、若手の付き合いがあるから、はい、FA で福田をすんなり出せるっていうところもあるんでね。そうですね、悲しい別れがこちらにもありました。そうですね、あの来る人いれば去る者いるっていうね。川野さん注目度いないんですか。注目選手はなんかないですか。注目選手というかずっと気にしてるのは、今年気になるのは牧原選手が、去年いろんなポジションで出て、でなんか盗塁10盗塁したけど13個盗塁死したみたいなこととかもあって、なんかいろいろこう忙しすぎたんじゃないかなと思って、今年少し落ち着いてできないだろうかという。シュートが盛んに来てる、やばいですよね、より一層やばい競争じゃない。だからシュートもホークスでレギュラーにならないと、はい、オリンピック選ばれないと思う。あ、登録人数が減るんで、はい、だからシュートがレギュラーになるかどうかもシュートの命運もかかってる。あ、バチバチですね、セカンド。バチバチだと思う。厳しいですね。なんかキャンプ行った時にずっとその牧原選手が、あの盗塁の練習、スタートの練習をしてて、それこそ川島選手がファーストについて、なんかスタート今のみたいな何回もやってて、やる気満々だな、ちょっと注目してるんですよね。じゃあ周東対牧原対川島、はいはい、からのリチャード。リチャード現る。あとで黒瀬だったかなっていう2軍2の次、いいバッターがまた、だからホークスってキャンプ行くと2軍の練習見てるのが楽しいよね。あ、これからの若手たち、うんうん、がいっぱいいるし、はい、だ多分ピッチャーとかも、はい、多分今年も新しいのが出てくると思うんだよね。確かに。だからホークスでレギュラーになるイコール日本代表に一歩近づくみたいなね。あ、そうですね。え、じゃあちなみに、はい、ホークスは何位？ホークスは1だと思うんですよね。怪我人出ますよ。怪我人が出ても去年あれなんで、いいですよ。去年は2位か、なんかいつも間違えちゃう。当時もいいですよ。そうですよね。いいですか。でもその1位が西武だったじゃないですか、2年連続。でも西武がちょっと苦しむと思うので、秋山選手抜けて、やっぱ1位で予想はしたいと思います。いいですか。1位に近い1位ですか。1位に近い、まさに1位です。キングオブ1位になる気がしますね。まあ、これがね、はい、あの首都出るか京都出るか、はい、だからまあ1位じゃなかったらね、はい、あのシーズン終わってから謝ればいいだけですから。はい、もういや怖い怖いよ、ツイッターが荒れる。まあ、ということで、まあ、BS 中にプロ野球中継は今シーズンもパ・リーグの熱戦を50試合以上生中継でお届けします。はい、そして昨年に引き続き副音声で全試合ビジター応援放送を行います。ホームファンは主音声で、ビジターファンは副音声で、一緒に応援しましょう。それでは今シーズンも BS 中にプロ野球中継をお楽しみに。